イドルはみんなを幸せにできるすっごい存在だと思ってて、ちっちゃい頃からずっとお父さんにそう言われて育ってきたから。そうですよ、目指してますよ。私はアイドルになりたいんです。お前の答え。え、アマ、イエス、すごい躍動感だ。アイドルは太陽だ。その光は万人に降り注ぐべきなんだ。女優とアイドルは全然違うよ。あいつはお前を性の対象としか見ていない。裸の天使だった。エロ、エロだ。なんで勝手に応募したんだ。おやっちゃんの言う通りにやってきたよ。でもなんで、何がダメなのか全然わかんないんだもん。アイドルバカにしないで。君の魅力にすでに酔っているからね。アンナちゃんは誰かいい人か。あんなの魅力言ってみろ。優しい、お前もあげろ。全部汚いぞ。アイドルを引退してババアになっても俺はずっとアンナのそばにいる。私のことは好き。ああ。どんな風に。いけるよ、アイドルだよ。